こうでーすって言ってるけど、もう横にでっかいのがいるけどね。カズさん、いや、どうじゃないか。なの。サッツギタリストでいいね。いいよ。な、カズさんです。いや、カズとこうやってやるのも何気ないな。あ、こんなことやんないでしょ、だって。な、いつも打ち上げぐらいで。ふざけてるだけだからな。ずーっとふざけてるから。この間見たよ、そういや。何の？あの、キワさんの。あ。すごいことになったね。これはね、まあゴーもそうだけどさ、俺も最近その YouTube でなんかいろいろやってみようかななんて考えてた時だったの。そしたら、あ、じゃあ僕出ますよ出ますよって。マジっすか。そう、その流れからね。ね、すごい嬉しいね。すごいな、キワさん。いや、ゴーにも会いたかったよ。ね、うん。もうぶっちゃけちゃうけど、もうやばいかって、だいぶもうこの店もそうだしね。数もきついだろ、だって。大変大変。たまたまさ、今年俺ソロのアルバム出したのよ。はい。で、それが1月に出たの。要はあの、まあコロナ前だね。ギリギリ前ぐらいね。やべえ。あれなかったのね。やべえよ。いやー、俺多分今ね、アルミ缶とか集めてる。足でガンガンって潰して。チャリンコに積んで。チャリンコこれくらいでっかい。俺もね、たまたま。自分でやれるものを全部やんねえかなっていう感じで、うん、オンラインレッスンとかも始めて、あ、やってるよ ね。 ね、俺入っていいや、え、叩くとか先生、トミーリーみたいなクルクルしたいっすお前の場合ね、ふざけてね、絶対真面目にやんない、それだけ絶対俺とカズでビールなんで、その終わり終わり、もういっか今日はみたいな、いつものパターンじゃそれまあそうそう、そんな感じでね、カズに一個ね、協力してもらって YouTube、 まあもう俺とカズも長いね、アホみたいに長いんでね、出会いってどうですか、どう出すか、出すか俺は覚えてるのは、うん、あれで俺がサンゾール見に行った時だった、うん、でサンゾールっていうのはもうドラムがとにかくかっこいいのがいるからって、おい、キーさん、あったい、インフォメーションだで、俺が何でやるんじゃねえじゃねえか、何でやねえな見に行ったら、おい、箱じゃねえか、あいつ。2000年ちょいちょいぐらい、俺たぶんバンドケーブやってたのが、うん、それぐらいか。2000年ちょいちょいぐらいだから、うん、それでスタブブルーの話になって、うん、あれだってあれだよ、だって、お前がいるから行ったんだから。まあね、うん。で、誰やってんのって言った時に、ドラムがゴーだねって話です。あ、ゴーならやるよ。まあ、そのぐらいには酒飲んで、うん、ふざけるぐらいの感じではもう仲良かったと思うんで、うん、すげえ、いろんな現場やってんじゃん、だってカズ、うん、からもやっぱ、うん、サッツとか清原さんもそうだし、カズ経由、冠経由だったりとか、小橋健太もやってるね。そう、小橋健太はカズがほら、うん、結局すごいレスラーのあの案件をさ、うん、何個かやってるんだよね。そうそう、やってた、高山さんとか。そうね、そう、それカズそのたんびに俺に声かけてくれるもんだから、もうカズは結構だから俺にとっちゃ恩人だよね、いろんな意味じゃね。じゃあ焼肉食わせろ全然いいよまあ俺は俺でカズ M.I. でもな、やってもらって、ね、そうだ、M.I. もやったね、うんうん、まあ仲いい、ね、仲間でもあるんだけど、やっぱギタリストとしてっていうところはでかいんで、教え子たちにもやっぱ、うん、こいつは見せとかないとダメだろうっていうのはねあるんでね慣れないセミナーとかカズやって、カズがちゃんと喋ってんじゃねえかみたいな最終的にいつも言っちゃうのは、うん、女教えられてどうこうじゃねえかなって言っちゃって生き様だぞ、生き様だからな、もう切りないわな、言ってたら本当な、うん、とはいえね、なんかカズ、うん、俺とバカみたいな、ね、やり取りが多いんですが、うん、ギター7弦を弾き始めるのは、うん、すげえ早かったけどな。早かった、早かった、ね。だって出てすぐだもん。ね。世の中に。90年ぐらい。90年。20歳ってこと。90年。うん、ね。ということはまあだからパイオニア日本だとね。何気にスタンダードになってるけどね。あの、うん、7弦とか使う子が、まあね。コーンとかでかかったよね。そうそう、やっぱ、ね。昔はもう持ってるだけでさ、なんかうわすげえ初めて見る7弦とか、それすごい多かったけど、うん。多弦ギタリストって言われるのが嫌で。うん、そんな物珍しくないし、うん、もう8とか9とかそっちの方でしょ、もう今は多弦っていうんであれば、ね、うん、
だから俺普通に今6弦持つとすげえ物足りない。足りない。こうなんか弾いてて、あもう終わりなんだ。ああ、なるほど。弦が終わっちゃうとか。そう。例えば6弦で言うなら6弦開放の E をドーンって弾いても軽いなって思ったりとか。うん、E が軽いね。軽いね。俺しか聴けねえだろうなと思って聴こうと思ったことがあって、うん、カズのこうプレーって言ったら結構個性的だと思うんだけど、どの辺から影響を受けてカズ的ギタリストトップ5みたいな。あんまこういう話しねえもんな。しねえじゃん、だってバカみたいな。昨日のキャバクラどうだったとかそんな話しかしない。あそこのレバ刺しうまかったとかそんな話しかしない。でも俺が知ってるのは、うん、まあ、スティーブ・バイは、そうそうそう、だから7年始めるきっかけっていうのがスティーブ・バイだから、俺らが10代っていうのが80年代だから、うん、その80年代の時はもうギタリストが死ぬほど出た時代だったじゃん、うんうん、周りは例えば同じギターやってるやつがイングベイ行ったり、うんうんうん、ジョージ・リンチになったりとか、うんうん、バンヘイレンとか、うんうん、そんな中で、うん、一番面白い、なんかユニークだなと思ったのが、ね、音使いとか、うん、アプローチとかが、うん、スティーブ・バイは一番面白いなって言って、彼が7弦ギターっていうのを世の中に市販するまでのレベルに持ってて、うん、その当時だから20歳ぐらいの頃にすぐローンを組んでって、うん、で当時はだからテクニカルな楽器だったのね。どちらかというと上手い人じゃないと持っちゃいけないみたいなギターで、でそのだから 1,2 年後だよね、だからコーンとかが出てきて、うん、ものすごい破壊力を持ったバンドが出てきて、うん、俺からするとさ、すごい一生懸命テクニカルな頑張ってたので、うん、でこれがかっこいいだろうと思ってたのがコーンとかが出てきて、うん、リフしか弾かねえもんな。こっちの方がかっけえじゃん。なんかこれ2音でいいじゃん。そうそう、ドレーロレードレー。そうそう、ある意味シフトチェンジはすげえしやすかったわけよ。うんうん、もうね使ってるわけだし、ね、もう慣れてるし、うん、でそんな中でだから今度はダウン7弦持っててもダウンチューニング派の連中がバーって出てくるわけよ、うん、若い連中とかに。そうなった時にそういう若い連中は実はだからソロとかのアプローチが全然できなかったり、はいはいはい、このダウンチューニングスティーブ・バイ、合体、うん、ジュニ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 例えば他の7弦とかが必要じゃないようなアーティストの現場でも7弦である意味一瞬だけ低い音をジョンって入れてまた普通に弾いたりとかっていうアプローチして、うん、7弦を使わなかったら、うん、君はじゃあ6弦でいいじゃないかになっちゃうから、まあね、うん、なんかいろんなこと弾けるから面白かった、頼むじゃんか、うん、俺もほら作曲するじゃんね、うん、あの当時俺なんかデモなんか作ったことねえから、その聞かせるためのデモ、うん、口で俺教えてカズに、カズこうやってスタブのリハとかでさ、俺がさ拙いギターを持って結局口で言ってんだから結局ツク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 結局弾いてねえじゃんみたいな。どっち見りゃいいんだよ。そう、今までやってきた曲作りの中でも、あ、なんか無茶言っても大丈夫そうだなみたいな、しっかり作り上げて説明できないと曲ってできなかった。自分の番組のサンゾルとかもそうだったけど、でもカーズの時はだからそういうストレスがあんまなかったというか、ジャムっぽいっちゃジャムっぽいんだよね、作り方が、ね、そうだね、できました、これみんな聴いてみてっていうよりかは、うん、一リフがあって、うん、それがだんだんこう広がっていって大きくなるっていう、うん、そうね、モデルにしてるのはこのギタリストのこんな感じなんだよねっていうだけで良かったような、なんかそういう意味じゃ楽しかったかなと思うね、うん、なんか意外に何のストレスもなく普通にやってたね、積み重ねてね、そうそう、俺がこう入っちゃった時とかはカズが分かってくれたり、カズが入ってる時は俺がそっとこうなんかこうやったりみたいなのは昔からなんか自然とやってるような気がするな、うん、なんか空気感じゃないけどね、あるね、あうんだね、うん、ある意味であるね、それはカズが、うん、俺もそうなんだけど、テンパってたのが地獄の3人、あれはあれなかなかやばかったよ、ね、あれはなかなかあれはやばかったね、なんでやっぱ覚える曲数とかもやっぱすげえ半端なかった、あと独特だったかな、うん、曲がね、そうそうそう、でやっぱ時は白黒してたよ、カズは目が、いやーあれはしびれたね。当時のギターの
プレーのアプローチとか、はいはいはい、うん、でそのアプローチをどれだけ壊さずに、うん、だけど新しくっていう、ね、課題が多かったな、すね、まあ、ある意味その木原さんが聞いていいねって言われるのはどれなんだろうかなっていうところなんで、ね、そうですね、うん、あれは俺もお前もあれだったな、やばかったね、船みたいな子俺たちマブナね、マブナ、ラブナじゃなくてマブナ、マブナ、マブナ、今後ね、うん、ほらもうコロナでいろんなものがぶっ壊れる、そうだね、壊れてるね、そう、俺とかもテンパってっからさ、ぶっちゃけ今数は、まあ、その辺どう考えてるのか、ね、でもなんかね、うん、意外に楽観的に考えてるよ、うん、ある意味この自粛的な部分も含めたこの時期っていうのがいろんなことを考える時間を作ってもらってるぐらいなのかな、まあ、もちろんそれはいろんな部分ですげえしんどい部分もあるし、うん、それこそ収入とかだって全然変わってきちゃう、うん、でいろいろアイデアを使ってやっていかなきゃいけないっていう、ただ思ったのがこういうのが今その配信ライブやったりとかそういうのやっていく中で、今度この普通にライブができるようになった時に、うん、普通のライブと配信を合体させれば、うん、普通にじゃあその分儲かんじゃんみたいな考えた時だったりとか、うん、いいね、ポジティブだな、うんうん、なんかね、今は新しいこう表現する方法を精査してる時間、うん、まあ、ライブはこうあるべきだっていうのができなくなって分かったし、うん、当たり前にやってたじゃん俺だって、うん、ライブやれば人が集まって、ね、うん、だけどちょっとしたこういう世の中のアクシデントでこんなことになっちゃうんだっていう勉強にもなったし、うん、でそうなった時にはじゃあアーティストはどうするんだった時に配信がやるようになったりとか、うん、で木原さんみたいにそういろんなセットを置いたりとかして見せ方からも変える配信のやり方だったりとか、うん、でもちろんお客だってうずうずしてるはずだから、うん、俺らもそうやりたいのもそうなんで、うん、そしたらもうアーティストその場にいるオーディエンスでネットを使った全世界の人たち1個がドカーンっていう、なんかそういうえげつないことができんじゃねえかなってワクワクしてる、意外に頭いいんですよ、数世の中がこうなった時に、あ、やっべ、もういや、ほんとさっきのさ、うん、あのアルミ缶集めさ、うん、もう冗談じゃないからほんとそうなっちゃうのかなとかさ、うんうん、かかその緊急事態が起きた時とか、もう振り幅すごかったよ、ほんと、わかるよ、すっげえ、うおーって沈んでもしょうがねえって話なんですよ、そうそうそう、本当ふざけてればいいんだよいや基本ふざけてろたまにキュッてすればいいんだよギュッとギュッと、もうギュッとするとき来たら俺たちはみんなもそうだよ、本当ミュージシャンだから必ずみんなに何かを、ね、提供するし、うん、みんなもそれを受け取ってほしいし、そうね、うん、ちゃんと出すから、あの、ね、音は、うん、それなくなっちゃったらもう死んじゃうから俺は回遊魚と一緒で死ぬから泳いでないと死んじゃう、死ぬから回遊魚だ、マグロ、マグロ、マグロね、もう黒マグロ美味しい黒マグロ、昔さ、本当寿司とかさ、うん、ウニ好きじゃん、ウニ好きさ、大将がさ、簡単にして、うん、って言ってくれる、うん、だからさ、ゴーはさ、あのずっとさ、ハル君とかでバーって喋ってた、喋って、こっちで、こっちで喋ってる、喋って俺楽しみに、あ、ウニ来たなって分かって分かってんだけど、ちょっと真面目な話、お前もうこれ、まずくなるから俺食っちゃう食っちゃうの、こいつ、おーいとかふざけんなとか言いながら、あ、最後にカズ、じゃあまたこれ、うん、ほぼほぼ話したことないんだけど、カズが音楽に対する、うん、これね、みんなも絶対聞いたことないと思うんだけど、あれだね、真面目な、なんだよ、信念だね、信念か、そう、なんかこう言ってほしいかな、持ってたっけなねえんか、まあこれが信念かどうかわからないんだけど、うん、ある時にさ、うん、音楽で食べられるようになったじゃん、はい、俺そこの部分を、うん、すごく自分の人生の中でのこう転機というか、はい、その趣味とプロの境界線じゃないんだけど、その自分がね、やっぱ音楽で食えるようになった時っていうのはやっぱ自分の人生の中で一番強烈だったんだよね、うん、
今でも考えてるのがどうやって音楽で食い続けようかなっていうのを常に思ってることかな、うん、なんか、うん、いろんなタイミングがあると思うんだけど、うん、ガチでちょっとプロ目指そうかなっていうポイントとかって、うん、そうだね、やっぱその前にあるわけで、うんうん、で一番初めは感動的だったのはギターでお金がもらった時だよ、うん、例えば私は俺もそう、もうドラムでさ、ギャラが出るとか、これをやっぱり継続していかなきゃいけないなっていうところをすごく意識をして、なんかダメだったらいいやってなっちゃったらダメかなっていう、なんとかしてるね、うん、そう、ミュージシャンとしてっていう部分ですごく思ってるから、なんかだから今みたいな時にはどうすれば金稼げるかなみたいな、うん、まあ、もうはっきり言っちゃうね、お腹いっぱいだったらさそういうこと考えないけど、みんなアーティストもファンも、そうだね、お腹すかしてる時だから、うん、それをどうすればいいか、うん、なるほど、そうだね、ギターに対する信念っていうよりかその自分がミュージシャンで居続けられることっていうか、うん、レバ刺しばっか食ってる場合じゃないんだ、レバ刺し今も食ってんだよ通販でさ、あのさ、おいしい、朝引きのさ、朝引きのさ、レバ朝引きのね、要するに朝おろしてそのまま瞬間冷凍、まあ、鮮度が高いとかね、うん、俺はなんか一時期さ、当たりやすかって、ツアー先とかでなんか貝で大目玉食ったことある、そうとか、うん、ツアー中にみんな当たってないのに俺だけ当たっちゃうみたいになって、だんだんいつの頃からかちょっとさ、酒俺も生で食ってたタイプだから、うん、いや食わなくなってきたね、食わねえと弱くなる体が、この好きだ俺は俺はずっと食ってるから、でもそうなんだよね、抗体が、抗体がそうだ、あと最後、うん、ここもサウンド最後、うん、これ俺も困った質問なんだけど、うん、今の、うん、ちょっと若手だったり、それから今の世界の風潮、うん、そのやっぱ生ギター生ドラムとかさ、うん、その生が重宝されなくなってきてる時代とか、今のギタリストとか、うん、あとバンドマンに対するどう思うっていう、俺はもうストレートですげえ答えたんだけど、うん、やっぱ寂しいよという感じだったりとか、生楽器に関する部分だったりとかね、いやすげえわかる、でも、うん、だから技術がさ、うん、すげえ進化しすぎちゃってんだよ、ね、そうだね、プレイヤーがそれを出して気持ちいいか気持ちくないかのとこに来ちゃってんじゃないかなっていう、結局は聴いてるやつらはいやどっちでもいいんだよねっていうやつが多分ほとんどだと思うの、うん、その曲がいいか悪いかっていう部分がやっぱ一番のジャッジの部分だったりとか、残念ながらで、まあそれはリスナーだからジャッジは好きにすればいいと思うんだよ、でも結局は吐き出す俺らがうーんと思ってたらそれはもうそこで終わりなのかなって、うん、だからたまにいいこと言うんだよな俺らが気持ちよくやってたら気持ちいいんだよ、うんうん、とそれに気持ちいいと思ってくれたのがファンとして波長が合ってるやつらだって、雇用とよりもっとデジタルチックな方がいいっていうやつはじゃあお前ら俺の音楽聴かなくていいよっていう話になったりとか、本当そうだよね、俺らが出すときにこれやばいでしょっていうのが生なのかデジタルなのかの違いじゃね、すげえかっこいい風かっこいい風、いやほんとそうだよね、いやわかるよ、思うところもねみんなもいろいろあると思うんだけど、まあガチでやってきてるね俺らとしてはここは譲れねえっていうのはあるんでね、そこはもう古いミュージシャンなのかもしれないけど、まあ、うん、でもでもそれでいいじゃねえかな、しょうがねえじゃん、うん、そのでしか、ね、いやそれをそう、もしかしたらだってこれを一周したら、うん、生で演奏することが最先端になる時代が、あ確か2508年ぐらいに来ると思うんだよね何代変わってるんですか、俺ら過渡期じゃん、すごい、そうだね、生のものからデジタルに新鮮味を感じて、うん、 そうだね、うん、そのデジタル要素を入れたりとかっていう時代が、うん、でもこんなん絶対飽きられるから、もうあと何年かそれは、うん、もう全然新鮮味がなくなるから、うん、そしたらそこでまたもしかしたらバックトゥベーシック的な感じで、うん、すごいシンプルな、バックトゥベーシック、はい、そんな感じで数のいろんなあんまり聞けない、ね、あんま聞けない貴重な意見だったんじゃないですかね、まあ、カズまたね、サイン入れて、そうだね、そうだね、
そうだね、うちのお店なくなっちゃうんで、ちょっとウェブに移行した時にこうカズのサイン入りのこのデバイスをね、まあ、プレゼントなのか抽選でやってもらうのか分かんないですけど、これサインで書いてもらって、思いをね、こう目の前でね、書けますよ。うわ、ゴツゴツしてて、ちょっと分かんないんだけど。あ、分かる分かる分かる。日付を2580年。バカじゃないの？ちょっと気に入っちゃってるじゃないですか、フレーズ。2508年。今日はありがとうございました。またやろうよ。またやろうよ、またやろう。あ、これ俺の、俺のも出て。出る、もちろん。まあなんかまたプレイでね、会えれば、みんなと会えれば一番いいんだけど、うん、せっかくの、ね、さっきの数の話じゃないけど、こういう機械でしかできないこともあると思うんで、ポジティブにいろいろ考えていければなっていう感じか。そうなんだな、うん、レバ刺し食いに行ってきます、うん、飯食いこうぜじゃあまた、お疲れ